どうしよう。そうだ、今日持ってきてね。どうしよう。どうだいっすね。ナイスなかったらあれ。ちょっと探しておきましょうね。なんか使えそうなの。じゃあ後半に言いましょう。はい。ビートだけだったら別にあれも使っても大丈夫ですよね。今日あれですか、漫才あります。あ、なんで。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。チョップ6の夜中にちょこっと箸休め。はい、こんばんは。はい、はい、始まりましたね。今週も始まりました。チョップ6の夜中に残った箸休めというわけで、はい、はい、ちょっとしんどいですね。何がですか。始まってそうそう、ちょっとしんどいですね。何がですか。いや、なんかさ、はいはい、雨降ってるさ。まあ雨降ってますね。で、まあ最近はなかったんだけど、まあ中学校とかはよくあったんだけど、はいはいはい、偏頭痛が来て。ああ、今は偏頭痛だわけ。バカ痛いね。痛いよな。今世紀最大の頭痛だね。今世紀最大ではない。やばい、今日まだまだあるしね。今日やばい。今世紀はだから、うん、なんか酸欠みたいな状態なってる。お前でもそっちゅう酸欠なのかな。じゃあ酸欠か分からんけど。ライブの時いつも酸欠なの。全然分からないんだよ、酸欠の辛さ。酸欠っていうか、なんかこの首筋から、あーでもガン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 響く感じでしょ。多分ロックな気質なんだぞ。ガンガン響いてくるから。いや、みんなだと思うけどね、うん、ロックな気質なんだと思うけど。ロックな気質とか、バラードだったら全然来ないとかないからさ、別に、うん、え、何言ってる。全員ガンガン来るから。お前だよ。お前の言いたいことかも。お前だよ、おかしいこと言ってる。偏頭痛のせいかな。いや、だからお前のせいだよ。ああ、そうなんだ。偏頭痛のせいじゃない、それはお前のせいだから。ああ、まあじゃあ謝ろうかな。そんな嫌々謝られてもな。はい、初心者さん。ああ、だからこの人ね、アカウント名変えてもらっていいですか、初心者さんは。いやー、滑舌よく知ればいい話だからさ。ハイサイハンサム2人組。お、あ、ハイサイハンサム2人組ということで、4件ぐらいハイサイハンサム2人組言ってない、言ってない、ことが並んでるんですけど。初心者さんしか言ってないから、それ。あやみさんこんばんは。はい、こんばんは。かこちゃんこんばんは。こんばんは。ななさんこんばんは。こんばんは。今日は雨ですねってことで。あー、もうたくさん降ってますね。もう今日でいいんじゃない、もう雨は。いやいや、そんなことないだろ。バカぐらい降ってたから。もういや、でも溜まってたのかなっていうぐらい急に降りよったな。あー、雨からしたらこのね。そう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 、たま、あー、そういうことね。いや、そうではないんじゃない。いや、まあそうではないんだけど、最近梅雨なのに全然降ってなかったから。そう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 。そう、急になんか今日のやばかったんじゃん、うん、今日の。やばかった。雨。もうやばかった。だって俺教室びしょ濡れで入ったもんね、大学の。あ、もう駐車場からでね。そう。傘持ってなかったの？傘持ってたけど、うん、それでも無理なくらいもう大荒れだった。は？傘穴開いてた。穴開いてない。穴開いてない。傘はもう真っさら。まっさらって何？まっさらな状態です。あ、まっさらな傘。まっさらな傘。まっさら傘だったんだ。まっさら傘っていうの。まっさら傘でもう、うん、あれなんだね。めちゃくちゃ濡れたんだね。うん、まっさら傘っていう言い方腹立つけど。うん、OK です。はいはいはい。ということですね。まあ1週間経ちましたけども。1週間経ちました。うん。今週か、あ、今週ずっと降るって言ってましたよ。あ、本当に？あ、じゃあ、うん、聞いたことある。来週はどうなのかな。なんか台風来てるみたいな噂もあったけど。え、今週ずっと降るの？いや、でもいいんじゃない別に。じゃあ土日嫌じゃん。ちょっと、あ、まあ確かにね。日曜日米軍来ちゃうし、お笑い米軍来ちゃうし、はいはい、いや、それはあれだから。あ、ないだから。まあ中にいるけども。はいはい。雨降ったら嫌じゃん、なんか。いや、でもなんか雨降ったらな、朝からなんか気分落ちるというか。そう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 。うん、まあ暑いのは暑いのでまた文句あるんだけど雨降ったら降ったでまた文句あるよね。わがままな人間だな、お前な。そう、人間はわがままなんですよ。お前が特にわがままなんだろうな。人間は、あ、まあ僕もわがままですけどね。なんて言ってるんですか。僕はもう秋と春の涼しさが一番いいです。あ、確かにね、うん、もうだから要は4月1
着くぐらいかな、5月手前ぐらいからちょっと暑くなりだしたじゃん、はい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 、もうあの辺からはもう文句しかないです季節に関して。いやいや、まあ、いいけどね、もう文句しかない。いや、断水の恐れがなくなるからいいんじゃない。別に踊るってこと。そうダンスだからさ、あ、何の俺が言ってんの断水。あ、断水なんだ。水がなくなるっていうやつだから。ちょっと聞き間違いだな、うんうん、だろうな文章的にもおかしいしなダンスがなくなるって、雨降ったらダンスなくなるってどういう状況だもん。喋りすぎじゃない。大丈夫、矢のせいだよ。喋りすぎじゃない。矢が変なことばっか言うからでしょ。疲れるよ喋りすぎたら。疲れるけど、うん、もうやばいことになるから。やばいことになるって、気をつけて、気をつけて。今日からさ、うん、ワールドカップ。そうそうそう、だから今日12時キックオフだよね。はいはいはい。だから開幕戦はロシア対サウジアラビア見たいじゃん。まあ、だから、まあね、なんか開幕戦っていうので雰囲気分かるから、はいはいはい、ロシアの雰囲気も分かる。ロシアの雰囲気ね、分かるじゃん。だから12時にキックオフだから、やっぱちょっと早めに、はい、終わってちょうど家で12時でついて見れるようにしよう、ダメですダメです、そんなことはね。12時キックオフだけど、そんなのは許されないから、ね、だからどうかな、意外と家近いから20分もかからんから、10分ぐらい着くから、まあ、50分に出れれば大丈夫なんで、うんうん、僕はどう、うん、お前は大丈夫、まあ、大丈夫じゃないけどね。20分ぐらいで着く。俺は家にはまあ25分とか30分ぐらいかな。あ、じゃあお前先に抜けてもいいよいいわそんな余裕だけど。で50分に終わるから一人でできるわけ、その20分間は。おお、まあ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 いいよや、お前がワールドカップ見るためならやるけどやばこいつ、いいやつやし、うん、やるけども、めっちゃいいやつやし。どう、そんなに興味ないから、ね、あ、ないんだ。サウジアラビア対ロシア、どっちが勝つと思う。あ、ロシアじゃない。あ、嘘。いや、だってロシアはサウジじゃない。いや、サウジって言い方も変わってますけどだって意外にか開催国ですからね。だから何よ。いや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 、ホームアドバンテージ、サポーターとその、うん、いつもやってるグラウンドっていうところ結構違うじゃん。まあそっか。でも日本が埼玉スタジアム2002ぐらいでやったところで分からんさいや、まあそうだけどね、うん、サウジアラビアもそんなに強いっていうイメージないからな。ああ、まあまあ確かに、うん、どっちが取ってもおかしくないってなったらホームが勝つ方が、うん、可能性高いかなって思う。あゆみさん、ブルガリアってことでどういうことですかまあ確かに所詮もサウジとロシアだよね。サウジとロシア、ブルガリアっていうのはどういうこと。ヨーグルト食ってるのかな。ヨーグルト食っててもブルガリアって言ったら殴りますけどね。鼻殴りますけどね。どっちみち殴った方がいいんじゃないこれはダメダメダメ、そんなこと言わない。発言の意図を、趣旨を、あの、しっかり。いいよいいよ、二人、お前、俺が嫌な発言したらお前はいいやつであれ二人とも嫌なことばっかり言って誰も聞かんくなるだろう。あの、ブルガリアって言ってくれてありがとうございますねそんなにいいやつにならなくていいけどね、うん、ありがとうございますね。ありがとうございますではないけど、ヨナミネさん、妖怪のせいなのね、そうなのねってことですけど、雨降ったのかですか。雨のあれじゃないえ、妖怪のせいなんすかこれって。違う、前線のせいですよね。前線のせいっていうのえ、これ前線のせいですよね。前線のせいっていうのやめて。前線のせいですよね。まあまあそうじゃない、分からんけど、よく分からんけどね、うん、で、そう、最近あった話で、はいはいはい、まあちょっとあったかくなってきてるじゃないですか。まあ確かに、ね、今日からはちょっと雨降ってるけど、昨日とか、はい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 、ちょっと前晴れてたじゃないですか。2日前ぐらいはなんかカンカンに晴れてたね、うん、で、まあ家窓とか開けるじゃないですか、はいはいはい、で、そしたらやっぱ蚊入ってくるわけですよ。蚊いるね、もう、まあ、どっから入ってくるかわからない蚊がね、はいはいはい、そしたらまあ中学校の頃とかもよくあったんだけど、みんなで友達ね、泊まった時とかも一人だけ噛まれてるみたいな、覚えてる。あ、お前ら噛まれたみたいな、そしたら噛まれてないみたいな。噛まれるの早いな、うん、よく言ってた イメージがあるわけ、はいはいはい、一人だけみたいな、はいはいはい、でよく噛まれやすいんだけど、うん、で家でもまあ噛まれてて、はいはい、まあ、噛まれたら基本蚊って動き遅くなるから見つけれるじゃん、うんうんうん、それがここ3日ぐらい全然蚊が見つからなくて噛まれ続けて、はいはい、顔とかも噛まれて、あー嫌だな、首の裏とかも噛まれて、あー難儀だな。で、偏頭痛も今してるさ、うん、蚊のせいじゃないかなって思ってるんだけど、違うと思いますけど、やばい。で、見つからなくて、それも多分前線のせいだと思いますけど。あ、前線のせいなんだ。偏頭痛もね、妖怪のせいと思ってたんだ。いやいや違う違う、そうで、ベープあるさ、ベープ、ベープ、あ、蚊殺すやつね、うん、あれをつけてたわけ、はいはいはい、どうなってるんでしょうどういう話これいや、だからもう本当に痒くて、足も痒いし顔も痒いし、うん、首も痒いし、まあまあ分かるんだけど、うん、最後どうなってるんでしょうね、うん、終わらす、お前それワールドカップの話切ってまでする話じゃないんだ。いや、する話だって、顔が見つからないんだもん。そんな話だったらお前最初から切り込んでやれ。え、どういうことだ。そのワールドカップの話になる前 にやれ。やワールドカップの話はもっとやるのあっただから、顔は隠れてるのかなみたいないうことですよ。要はめちゃくちゃ知能が高い蚊がいて、
多分隠れて寝てられただけピュッて出てきてるの可能性があるっていう発言ですけど、どう思います？いや蚊は見つからないときは見つからないからな別に。本当ですか？ちょっとね、ここもかゆいですね。いやそれはただのストレスだと、今のストレスだと思いますけど。かゆい今は。スプリームさん、はいはい、アルシンドさん、リトバルスキーさん、こんばんは。いや誰か勝つ回収です、アルシンドって昔 J リーグに来た人だよね。そう、助っ人外国人じゃないから俺なんか違うからね、うん、勝つ回収の週もユナミネさん、ベープスペクター、あ、そうです、あの僕ベープスペクターつけて、滑舌も悪いし乗るな、カオをね、殺すっていう、うん、だからベープは結構ね、デーブですからね、あれお前その考えもなしに乗っかるのやめろよ。なんでベープってデーブですからね、全然意味分からない。あの考えありで乗ったら与那嶺さんの話なんか一個も乗らんからね。まあな、うん、考えなしありで言えたらね。まあまあまあ確かにな、うん、まあまあまあ、今日はなんだって新しい企画をやるんだって。新しい企画新しい企画をやるんだって今日は。新しい企画をやりましょうか。じゃあやるんですよね。あれでいいんですよね。あれでいいですよ。はいはいはい、じゃあ行きましょうか。もう早速行きましょうよ。タイトルコール行きましょうか。いきます。待ちかねのね、やってくださいよ。いきましょう。あげるから、キャンさんがあげるタイミングわからんくなるから、うん、いきます。よし、じゃあこの企画の新しい、やめれそれやめれそれ、まあ、エコーかけるから今から。さあ新しい企画ということで、はい、じゃあ大陸さんに読んでもらいましょう。はい、どんな企画が来るんでしょうか。まあ楽しみで仕方がないですけども、はいはい、まあ今日木曜日ですから。長いよお前、やらす気あるば。まあ木曜日特有のね、新しい企画が来るのかなっていう感じなんですけど、はい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 、まあ1週間経って新しい企画ができるということで、はいはい、まあね、いろいろ協力していただきたいと思うんですけど、はい、よろしくお願いしますということで、タイトルコールお願いしましょうか。いきます。さあ何が来るんでしょう。もういいよ、やらんくていい。本当にこれで1時間持ちそうだな。聞いてる方もやってる方も疲れてくるわ。はい、行きましょう行きましょう。もういいですよ。じゃあ、はい、はい、あのせいだからな、行きましょう行きましょう。適当に言ってるけど、もう早く行こう。さっさとじゃあもう行きますよ。はい、ラップで1週間。ラップで1週間いいいいいい、その余韻残す感じでいいから。まあラップで1週間ですよ。まあね、だから、うん、なんかラップでこの1週間あったことを言えたらいいなっていう、うん、っていうことですよね。先週まああんたからね、これやりようっていうことで来たんですけど、まあ、そうですね、いろいろと。やっぱ1週間のただ話すだけじゃ面白くないから ね、今流行りのビートね。でも意外だね、お前がラップをやろうっていうのは。まあ、やっぱこういうのをもうね、うん、やっていかないといけないなっていう。すごい理由がもうアバウト、うん、やっぱ FEC は僕たちが所属してる FEC という団体は、うん、音楽レーベルもありますから。やっぱ僕たちも音楽に携わっていかないといけないなと。そうですね、やっぱもう作曲、作詞作曲はできるようにならないと入れないですから、 FEC は。そんなことはないですけど、うん、誰でも入れます。作詞作曲しないと入れないですから、 FEC は、ね、そんなことなんで僕たちできないですけど、うん、それは。まあだからそう、ラップをやっていこうってことですよね。まあそうですね。ということでですね、はいはい、ビートの方ですね。ビートあるんですよね。ビート用意してありますか、キャンさん。大丈夫ですか。 DJ キャンさんが用意してくれてますよ。キャンさんはね、リアルに DJ やってるんで上手。もうこれで最悪のビート出してきたらもう殴りますからね。最悪のビートはそれ別にいいでしょ。そんなことはないですか。最悪とかはないで。じゃあまず聞きますか、とりあえず。ちょっとじゃあビート聞かしてもらっていいですか、うん、いいですか。うおー、イエーイエーイエーみたいな感じね。結構早いですね。テンポいいですね。はーい、これでいいですか。いいですね、いいですね。今即興で作ってる。マジっすか。いやだってこれラジオ始まる、え、マジ1分前ぐらいに、うん、キャンさんにビート用意してますかって言ったら、あー今日持ってきてないなって って言ってたら10分これそうっすよ。なん5分前ぐらいにビートいつでも大丈夫ですっていう指示が来て、すっげー、え、いいっすね、本格的っすね。すごい、なんかそんな、なんか DS みたいな感じのやつで作るんすね。すげえ。この道具ってちなみにいくらぐらいするんですか。6万。6万ぐらいか。釣り竿ぐらいだ。結構いい釣り竿。でも楽器と一緒ぐらい、まあ、あ、そっかそっかそっか。そうですよね。楽器しかももっと音出せますもんね。ちなみに、はい、鍵盤とギターも入ってます、はい、じゃあ鍵盤ギターなんか、例えばだからピアノやりたい人とか、はいはいはい、まあ、逆にピアノ弾ける人がギター始めたいと思ったらこれ買った方がいいじゃん。まあね、2つ音あるんですからね。2つ音あるんですからねっていう。でさらに他の音も入るんでね。あ、いいっすね。ギターもできるんすか。いいっすか。は？
チグこれ今即興でやってるんですか。すごい。6万円これってでも6万円ってどんななんですか。いい方なんですか、それともなんか、確かにまだ安い方とか。確かに確かに。いやこれは安い方だと思いますよ。あ、まだ安い方。これってシンセサイザーみたいな感じってことですか。にも使える端末なんで。へー。一応やりたいっていう人には一番おすすめしてます。あ、スタートでスタートで。そうなんだ。へー、6万円か。どう、買ったら。いやでもね、趣味にしたら欲しいけど、うん、高い。手出せないってこと。まあ正月とかね、うん、収入が入るときは、うん、ちょっと買ったろうかなみたいな、まあ、迷ってもいいけど、でもベースもやってるから、うん、ベースも欲しいし、うん、ちょっと迷いどころですよね。これは楽器の企画でしたっけ。楽器の企画でラップでした、すみません。あ、ラップですか。どっちからいきますか。僕からいきますじゃあ。いやそうね、ちょ、様子見たいでは。様子見で僕の1週間いきますか。もうビート忘れたんで、まあ勘でいきましょう。いやお前そうラッパーみたいなことできんの。あ、そうですね、聞きながらやっぱ自然に乗っていけるのがラッパーですから。はいはいはい。まあラッパーじゃないですけど。ラッパーじゃないですよね。うん、うん、まあキャズさん、僕いつ終わるかわからないんでちょっとお願いします。じゃあ行きましょう。いやラップで終わった、ごめんごめん、なんですか。終わった時はなんか、うん、イエーイやつで、あ、そしたらキャンさんが締めてくれればいいかなって。あ、なるほどね。そんなもんじゃないよ。なるほどね。じゃあ行きましょう、ラップで1週間。イエーチキ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 イエー。先週の木曜日から今日は金曜日、あ、違う、間違った。金曜日から始まった。金曜日は学校でテストがあった。しんどかったけど土曜日、日曜日、お笑い米軍基地、お笑い米軍基地、高いぜ期待値、イエー、お笑い米軍基地面白かったね。そして月曜、火、水、木で今日。イエー。平日うっす、平日の思いで。そうですね、平日はスキップで。待って、お笑い米軍基地に関しても名前しか出てない、うん、何があったかも全然わからない。さ、1週間前に一応提案してるんだから、お前リリック書いてこいよ。全ずっと俺の方を見ながらラップして怖いかったわ、右見れんかったわ俺。一応オーライ米軍基地があったってのは言おうと思ってて、オーライ米軍基地の因を10個ぐらい考えたの上で言えたのは、一番最初に浮かんだ期待値っていう面白い一番低いレベルのやつでしたね。だから即興で出てきたのはね、ラッパーじゃないんだから書かないと無理だから、最初は。いやでも B-boy だから書かないぜ。いや、全然かっこよくないから。かっこよくないか。やめてよ、そのインフンでる感じ出すのやめて。これで会話しようぜ、そしたらレベルが上がってく、これ以上はないから頼むぜ。だよな、鳥肌立つわ、やめろ。恥ずかしくなってね。いや恥ずかしくなるよね。いやならないけど僕はね。いやお前が恥ずかしくならないの恥ずかしいわ。こいつ全然こんな感じになって。まああなたはやっぱでもリリック書いてこいやって言ったってこと、書いてるってことですか。いやもちろん書いてます。うわ、まあでも今日さすがね、名前がリークなだけありますよね。リリックっていうことで。そこでうまいこと言わない。ラップでうまいこと言えやわ。天才的だわ。じゃあ天才的ではないだろう。まあ、後味よろしいので。後味よろしいので。一旦 CM 行きましょう。そうしますか、じゃあ。CM で。はい。でも様にはなってたよね。様にはなってたよね。いやなってないわ。あたたたしてたよ。じゃあ金曜日って言っちゃったから、そこで全てがもう最後ヒデブンって言ってたのかな。俺なんかがすんの早いビートでって先週お願いしてるからさ。早いビートですよね。いや考え、今日ここで考えるとってゆっくりなかったね。リップさん、デコボコチョップ押しリップさん、こんばんは。一応ビートも変えれるんで、このスピードも。いやでもスピードもこんなもんがいいですよ。いやでも、もうこの方が恥ずかしさが薄れる。あまりゆっくりです。あ、なるほどね。僕のリリックがちょっと聞こえしすぎてしまう。やるなよ、やるなよ、じゃあ。いやでもね、だからそれがね、1年後くらい即興でできるんだって言ったらすごいけど。はい、じゃあ5秒前です。嘘これ始まってる。いやまだ始まってないんじゃない。いや始まってるだろ。チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めポピー。はい、ということで、まあ新企画としてお送りしております。何でしたっけ。ラップで1週間。ラップで1週間ですよ。2番手の
はい、やっぱリリックを書いてきたリーク、リリックリークで、ダサいわ。ダサいわ。あ、じゃあもうラッパー名、ラッパーネームっていうのかな。っていうのは何がいい？リリックでいく。ダサいな。いいけど別に。じゃああれ言っていい、なんか高校生ラップ選手権風にちょっと言っていい？いいけど。リリックの挑戦です。DJ キャンビンネビー。エコーよくかける。これで言っていい？いいけど。うん、じゃあ行きまーす、はいはいはい。ラップで1週間どうぞ。やれや。やれや。え？やれや。ごめん、ちょっともう1回やったら2回目は満足したから。いいやと思って。いいけど、じゃあ行きましょうか。ラップで1週間、はい、お願いします。Yeah. Yeah. Okay. よ、まずは金曜日授業が休校、帰ってそのままツタヤに直行、そこで好きな DVD 借りる、家帰って好きなだけ見る、yeah. その次は土日、待ちに待ったお笑い米軍基地、みんなちょっとお疲れ気味、起きてるのだってみんなギリギリ、重い米軍基地の話題にもかかわらずお客さん笑い、マジでこの人たち半端ない、FEC の絆は固い、眠気ならば空の彼方、しっかり見たぜ先輩の背中、そして月曜火曜日水曜日なんもない、これが今週の1週間。お前もなんもないやし、yeah. お前もなんもないやし、ええ、yeah. ええ、腹立つ腹立つ腹立つ、yeah. 腹立つ、ええええええ、前半良かったよや、うん、前半良かったけど、これ来週もなんだけどいける？いい、無理。来週、あ、でも良かった良かった、韻も踏んでたし、なんか上手かったし、まあ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 、そこら辺、あ、やっぱしっかり準備をしてくるとこうなるわけですよね。いや、お前が準備しなさすぎるからな。じゃあ僕もう一回挑戦しようかな。あ、できます？準備してないですよ。しないけど、あ、でも後半までにだから考えて、後半でとかでもいい。もう一回披露するんですか？僕の何を披露します？1週間もいいですけど。あ、何がいい、何がいいですかね。なんかツイキャスであればなんか言ってください。あ、話題にそれを披露するんで。あ、でもよかったわ。今の米軍基地何も言ってないけど、よかったわ。土日と米軍基地はよかったね。あ、まあ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 、とか、まあ、その後もなんかもろもろあったけど忘れたけど、だから書く分にはさ、書く分にはインフムのってまあ簡単というか、まあ、簡単だね、確かにね。そのだから即興で出てくるレベルではないでしょ、あなたはまだ。いや、僕はいけますけどね。あ、本当ですか？まあ、天才ラッパーみたいなところはまあないこともないんで。ないです。あ、自己紹介、自己紹介、あ、なんかね、俺だからこれやるにあたって、うんうん、ラップの上手くなり方みたいなの調べたんですけど、うん、あ、見たんだ、うん、やっぱ自己紹介ラップが基本って言ってました、ね、あ、最初作るんだ、はいはい、あ、自己紹介ラップね。あ、じゃあ自己紹介ラップやろうかね。いいんじゃないですか。やめな、あんま盛り上がってないけど大丈夫。僕余韻に浸ってます。すいません。そうだよね、一応なんかラップやった後から急にちょっとクールになってる、クールぶってるから、ちょっといい感じだったな。ちょっと喧嘩打ったらやばいかな。喧嘩打ったらもうやばいっすか。もうあんま強くないかもしれないけど、うん、めっちゃイケイケですよ。やば、すごいな、怖いな。めっちゃ声入る、おいとか言いますよ。帽子とかつけ始めたりする、もしかして。首にタトゥーとか入れてきます。怖ー、来週からは。え、怖ー、来週からは。えー、どんなタトゥー入れんの、入れるとしたら。なんか、うん、元カノの名前とか。唯一の、唯一の。めっちゃ重いやつじゃん。唯一の彼女の、唯一の元カノの名前を、しかも小6中1あたりの。そうそう、めっちゃ重いやつ。めっちゃ気持ち悪い。ますます彼女できなくなりますね。アメ男レイニーさん、こんばんは、出遅れましたということで、まあ、雨降ったからかな、うん、あなたのせいですかね、雨男ですからね。まあでも逆に今まで雨降らなかったのはこの人の頑張りが足りなかったってことですよね。アメ男レイニーさんのね、まあ、うん、もうちょい頑張ってほしい、うん、いや、お前嫌いって言ってただろ。雨いいけど、ね、だからでも暑いよりはいいよね。あ、まあまあ、涼みが出てくるというか、涼みが出てくる。まあまあまあ、虫、虫、スズミっていう虫。ないけど。うん。あ、もうこれ、僕たちはじゃあ1分に1回やりますか、もう。なんかラップを。ラッパーのラジオじゃないから。あの、やっぱ反射神経って大事なんで、だからキャンさんがここだと思った時に流した瞬間から、もうラップをで、この会話ができるようになってたら、やっぱりもう満点じゃないですか。だからそれ序盤でやることなのかなっていうところよ。鍛えてきてからってことですか、あなたが言ってんの。そうだよね、普通は。いや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 、そんなこともないですよ。まあでも、な、うん、ビートが流れ始めたら何やるか分からないし、最初でここまでの完成度のラップいけたらすごいと思うな。いや、でも今週、よかったんじゃない。今週はでもだからこれに入りきってない話題もあったわけ。あ、そうなんだ。そう、短くするためにこんだけしかやってない。え、じゃあもう一回いけるってこと。もう一回はいけない。
2分とかでも無理。これはちゃんと話したいと思ってリリックにしてない。これは普通にちゃんと話したい。え、何の話？何の話？ね、泣き神ぐらいに泊まりに行ったんですよ、月曜日に。え？実は。月一人で？いや違うんですよ。それが、うん、知念田新一郎さん、僕たちの先輩の、はいはい、知念田新一郎さん家族と、うん、ドラゴンエマニュエルの翔吾さん、うん、と僕です。え？どういうメンバー？メンツおかしいですよ。いや、メンバーのナチュラルすぎるだろ。どういうメンバー？あの腹立つな。これがもう本当に偶然の偶然なんですけど。の偶然？なんか偶然の偶然なんですけど、翔吾さんから月曜日授業行く前に電話かかってきて、うん、お前今日の夜から明日の昼ぐらいまで暇かって言われて、うん、まあ僕火曜日授業取ってないんで、うん、あ別に大丈夫ですよって言ったら、うん、ちょっと泣き陣まで泊まりに行こうって言われて、いきなり、うん、なんでですかって聞いたら、うん、あの知念田新一郎さんと、うん、新一郎さんの弟であるあのパーラナイサーラナイの慎吾さん、うんうん、潰すなのこの両家族で、うん、あの行く予定だったらしいんですよ、泣き陣に。そのホテル、ホテル泣き陣の、まあだからこれがまたね、うん、あのホテルっていうかなんかこのキャンピングカーみたいのがずらって並んでて、あその部屋に泊まるわけ。へえ、キャンピングカーに泊まるみたいな感じか。そう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 、へえ、まあ、ホテルみたいなもんだけどね。そうそう、ホテルとかペンションみたいなもんですけど、うん、だそこにその慎吾さんの、うん、お子さんがちょっとなんか体調崩したらしくて、慎吾さんが行けないってなって、でその代わりに翔吾さんを誘って、で翔吾さんがいろんな人誘って、結局俺にたどり着いて俺が一緒に行ったっていう。どうだったの？いや、めっちゃいいとこだった。あ、いいところだったんだ。いや、普通にプライベートでまた行きたいなって思うぐらい。え、マジで？あのね、普通にあのその月曜日か、月曜日の6時ぐらいにあっちに着いたんですけど、うん、まず夜バーベキューだったんです。ああ、いいね、バーベキュー。でも死に雨降ってたんだけど、うん、まあそれが濡れないぐらいの野外があって、屋根があって、うん、ちゃんと仕切りもされてるところがあって、うん、そこでバーベキューして、うん、食べて、うん、で、お風呂は大浴場があるんですよ。大浴場ね。大浴場で3人で風呂入って、うん、新一郎さんと、うん、で、次の日はめっちゃ晴れてたわけ。朝？そうそう、うん、で、あっちプールもそこすぐそこに海もあるわけよ。なんかどういう、なんでどういう地帯なの？リゾート地帯みたいな感じってこと？そうそう、敷地、あのね、なんていう場所？泣き陣のウッドペッカー泣き陣っていうところ。え、ウッドペッカー泣き陣？ウッドペッカー泣き陣。ウッドペッカーってなんかハリウッドにいなかった？そういう人。いや、知らん。ウッドなんとかっていませんでした、ハリウッドに？聞いたことないか。いや、ですげえ。そうそうそう、普通にじゃあもう一回行きたいなって感じ。めっちゃ行きたい。部屋は仕切られてだけど、うん、外には、うん、そのだからあれがあって、プールがあって、うん、大浴場があって、うん、で下降りていけばビーチがあって、普通のホテルとあんま変わらない。すげえ、泣き陣か。泣き陣、だからちょうどいい距離感というかね。この海みたいなところがあるんだよね。海みたいな。そう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 。はどんな釣りとかできそうだった？釣り、いやでもビーチだからな。あ、ビーチか。もうちょい奥の方に行ったら、端っこの方に行ったらでも行ける、できるかもしれない、ね。あ、100%はできそうではないんだ。一応100%ではない。できるか。うん、じゃあ、まあ、ビーチって感じ。なんで？うん釣り基本で考えてるわけだお前は。あのそうですね、根元に釣りを一旦置いてからのリゾートっていう感じですね。あれからじゃないから。あ、与那嶺さん、ウーディウッドベッカーじゃないのですか。そう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 。あ、ユニバーサルスタジオのキャラクターなの？全然気にならん。ウッディウッドベッカー、どうでもいいな。え、そうだっけ。あ、どうでもいいな。足利義明さん、コンティニューコイン、ありがとうございました。足利義明さん、初めてじゃないですか。本当だ。ルフィさんルフィさんっていうの、なんかあれだ。ルフィさんっていうの。ルフィさん、ありがとうございます。コンティニューコインね、嬉しいな。ルフィ、あ、ウッドペッカーやっぱアニメのキャラクターなんだ。何、誰？ウッドペッカー、ウッディウッドペッカーはでもちゃんと聞いたことあるね。ウッディじゃないの？あれのウッディじゃないの？ウッディはディズニーピクサーだからね。うん。いや、じゃあ分からんけど違いはさ。じゃあちょっと悩んできたところで一旦 CM 行きましょうか。はい、じゃあ2つ、はい、CM お願いします。はい、自己紹介ラップね。ん？自己紹介ラップね。じゃあバーサスも曲ちゃんとありました。あ、ありました。じゃあブルーエンカントのバーサス。あー、これだ。鳥のやつ。あー、いた？貼られてた。何を？ペンション。
覗いたくて起きたけど、また寝てみるということで、ゆきさん。いやー、寝てくださいよ。まさに。寝てくださいよって言い方もおかしいけど。まあ、そんなのに。うわ、綺麗。この海で、これが慎一郎さんと娘。これ、プール？プール。めっちゃ可愛かったですね。え、いらんわ。裸いらんわ。これ、これいいんじゃない？5秒前でーす。あ、すごい。チョップスティックスだ。夜中にちょっと箸休め。おはだ。はい、ということで。はい。うわ、上等だね。めっちゃいいとこ。いや、今写真見せてもらってるんですけど、上等ですわ。めちゃくちゃ良かったですね。僕はじゃんけんに勝って、翔吾さんという先輩と二人きりにも関わらず、でっかいベッドで寝ました。あ、ベッドが二つあったんだ。ちっちゃいのとでっかいの。そうそう、ちっちゃいのが二つと、でっかいのが一つだった。すげー。いいね、でも上等だね。てか今日はなんか初めて見る方のスタンプというかなんか嵐が多いです ね。やっぱ僕のラップのおかげじゃないですか。ラップで入ってきたんですかこれって。あ、僕のことラッパーと思ってないですよね。大丈夫っすか皆さん。ラップしないできないですよ。できないですよ本当に。ラッパーのラジオだと思ってるんだったらやめてくださいよ。シュプリームさん、翔吾さんに抱かれたってことですけど、翔吾さんにはでも抱かれるすん、あ、でも翔吾さんよりは新一郎さんに抱かれかけました。いや、ダメだろ、新一郎さん家族と来てるんだろう。ね、こんなこと言っていいか分からないですけど、ダメです。じゃあダメです。銭湯で、お尻の穴を見られたんですよ。新一郎さんはね、アナルを見るのが好きらしくて。いやいや、変態やし、ただの。そう、でも俺、待って、あの人何歳今も。今は38とかかな。いや、やばすぎるだろ、変態やし、ただの。サウナで、翔吾さんと俺は、アナルを見られて。そうそう、でも俺は綺麗って言われたからよかったけど。いやいや、そういうことじゃないだろ。そういう問題じゃないだろ。でも一番暫定で綺麗なのは、ハンサムの金城さんって。一番綺麗だった。あ、一応綺麗そうだな。一応綺麗そうね。肌とか綺麗だし、ね。ええー、貴重情報ですね。これは一応ね、一番貴重情報に入れときましょうか。もう一番金一郎さんが見てきた中でもう金城さんが一番綺麗ってことなんですよ。ちなみに一番汚いのが、きんぴらごぼうの森光さん。あ、じゃあ明日ちょっと皆さんね、アナル汚いかどうか聞いてみてください。汚いんですかってことで、聞いてもらって。え、じゃあもう新一郎さんとは泊まりとか一旦行かない方がいいね。いやいや、絶対に。いや、お風呂一緒に入らなければいいだけだから。あ、そっかそっかそっか。そうそうそう、そっかそっかそっか。そうですよ。いや、そっかそっかじゃないよ。もうなんか、いや、近づかないわ。いいだろ、新一郎さんいい人だよね。ちょっとちょっと引く、もう挨拶もちょっと変えない。そんなことない。ガチャガチャみたいな。全然気使わなかったな。あ、よかったね、それ。いや、でもやっぱ新一郎さんの奥さんとかもいたから気使うんだろうなとか思いながらギリギリまで迷ったけど、やっぱ行って普通に楽しかったし。あ、行ってよかった。あ、よかったじゃん。お子さんも可愛かったしね。いいね。めちゃくちゃ久しぶりのなんか。じゃあ雨降らんでよかったね、火曜日ってこと。あ、そう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 、その日は雨降らんかったから。いいじゃないですか。めちゃくちゃよかったです。でさ、さっきちょっと最近偏頭痛がやばいって言ったさ。あ、今日、最近じゃない、今日今日、今日、あ、最初の方ね。ちょっと突然の企画やっていいですか。突然の企画っていうのはどういうことですか。偏頭痛を治そう。いや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 、知らん知らん。企画にならないでしょ。ちょっと僕の偏頭痛治してほしいなと思って。いやいや、今じゃあ調べてみますか。あるコーヒー。コーヒー治るんすか。ブラックコーヒー効きます。マジっすか。なんか悪くなりそうなイメージ。血管がでもなんかあれですよね。ですよね、開いてからなってるんですよね。収縮させる。あ、じゃあ飲んだらいいんすね。え、マジっすか。今試そうかな、じゃあ。あ、でも書いてある、書いてる。対処法がいくつか書いてあるんですけど、全部読み上げますか。あ、一応じゃあ全部読み上げてもらっていいですか。この企画ですね、偏頭痛を治そう、これから毎週続けていこうかなと思ってるんですけど。大丈夫ですか。毎週やが偏頭痛じゃなくてできんやし。どっちかがね、あなたか、まあ、キャンさん、ケンさんでもいいし。だからそれか、もう最悪ギノワンしないから偏頭痛の人集めて。いいいい、そんな大当たりする話じゃないだろ。っていうのもありですけど。スキルは出たか。毎週はできないだろ。あ、でも、だから年齢によって、あ、30代の方にはコーヒー作戦効かないですね。いいいい、そんな実験みたいなのやりたくないから。なんか臨床試験みたいな感じでやっていく。なんだろう、臨床試験って。対処法じゃ、いきましょうか。じゃあもうコーヒー買ってこうかな。一番上から。偏頭痛の前兆がある方は、前兆が起きた時には薬を準備しましょう。まあ、これが普通ですね。前兆ないけどな。偏頭痛は、患部を冷やしてください。
あ、幹部。温めたり揉んだりすると逆効果になります。冷やすんだ。音や光に敏感なため、にぎやかな場所は避けて暗い場所で休むようにしましょう。もう光もにあるし音もあるし、こっちにぎやかすぎない？いやでもそれは仕事だからしょうがないけどさ。はいはい。あ、ここに書いてありますよ。コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは血管収縮作用があるため、頭痛を控える、あ、抑える効果があると言われています。ただし飲みすぎには注意しましょう。でも緑茶とかバカ飲みするよ、こういう時いつも。わかる？体調悪い時めっちゃ水分取るの分かる。わかるわかる。あのトイレしたら治っていく感じ。そう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 。で今めっちゃ一応お茶飲んでるけど、うん、まあまあって感じか。やっぱカフェイン的に弱いのかな。普段もコーヒー飲むからちょっとずつで、ブラック飲んだりかな、うん、うちのバイト先の社長が、うん、あの偏頭痛がもうこれ 100% 治るって提唱してるのがあって。え、じゃあそれから試す。ちょっとやってみてもらってもいいですか。なんでなんで。いいよ、はい。あのティッシュありますか。ティッシュ、ティッシュでこよりを作って、はいはい、鼻の奥まで勢いよくぶっ刺すっていう方法なんですけど。いやですけど、それをやったらでもね、はい、あ、スタジオコーヒー飲みたいんですけど。いや、コーヒーはだって用意できないじゃん。それコーヒーはあっちに販売機がありますから、僕今から買ってこようかなと思って。いやいや、そんなコーヒーって即出るやつじゃないですか、ね、今鼻水も大変なんでね。こより作っちゃ ありましたね、ティッシュ。これでこよりを作って鼻の奥底までぶっ刺すっていう。もうダメですよ。ちょっと一回待ってください。うん、これあのあれですよ、もう躊躇しちゃダメです。本当に一気にってことですか。奥底まで、あの鼻のと口のこのつながってる壁に当たるぐらいまで、この奥底までぶっ刺す。なんかそれって違うんじゃない。何がですか。直し方として違うんじゃない。いや、要は痛みで忘れてる直し方じゃない。いやでもだって治ったらもうそれは勝ちですから。確かにね。これで治らなかったらブラックコーヒー飲むだけですから。ちょっとね、なんか、ね、そうそうそう、鼻水とか出たら怖いです。治るかどうかを試すだけですからね。思いっきりぶっ刺すんですよね。思いっきりぶっ刺す、思いっきりぶっ刺すですよね。うん、こちょこちょするとかじゃない。じゃないっすよね。ぶっ刺してください。どういうことですかね。もう一気に3、2、1、はいっていけばいいってことですか。そうそうじゃない。いや、そんなテンション高いかどうかわからん。いきます。あ、痛い。くしゃみ出ないと意味ないんだけどな。いやでも、あの、いや、なんか意識は薄れましたね。いや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 、そうかな。あの、インフルエンザの検査みたい。言ってた。それと一緒ぐらいぶっ刺せって言ってました。あ、そうなんだ。でも今弱かったと思う。多分だから、それでくしゃみ出て、うん、そのくしゃみが何発か出た後には完璧に治る。へー、じゃあ、まあ、ちょっとなんかね、なんかティッシュ周りにあって偏頭痛の人は試してみてください。そうですね。誰もまだ偏頭痛になってないんで試せてない。人がいないところでね、試してください。まあそう、もちろんですよ。汚いですから。じゃあ一曲ちょっと流しましょうか。その間に僕ちょっとコーヒー買ってくるので。じゃあこの今回の曲ですね、ブルーエンカウント。わかりますか。わかりますよ。でバーサスいきましょう。お願いします。ありがとうございます。いやいやいや。買ってこよう。ザッキーコーヒー。あ、でもなんか気持ちが軽くなった。なんとなくだろ。いや、自分も頭痛持ちでね。あ、そうなんすか。まあ、以前は結構苦しんだんで。いや、そんな重い病気みたいな感じで。いや、もう本当にストレスのある職場にいた時に、帰りの道でもう車運転してる時、あまりにも頭痛くて吐きながら帰ったりとか。そこまでひどいんだ。嫌だな、そこまでひどいと。本当は運転しちゃダメなんだろうけども。あ、まあ、帰って寝ないとダメだし。ですよね。頭痛最近は起きてないな。最近はないですけどね、確かに、うん、タコ吸ってこうかな。ああ。タバコも効きますけどね。タバコ効くんですか。あ、タバコも血管拡張じゃなくて収縮なんで、ニコチンは。コーヒーうまっ。普通にコーヒー飲んでるでしょ。いや、美味しい。ワンダのコーヒー飲んじゃいました。知らねえ。なるべくブラックコーヒーがいいですよ。ブラックですよ。なんかでも最近ブラック飲めるようになったというか。ブラックってもうクソまずいじゃないですか。飲んでるやつ頭おかしいとしか思わない。そこまではないけどな。失礼な、俺は中1から飲んでるのに。いや、それはなんか中毒とかならないんですか、中1からずっと。いや、別に中毒ってまでは。だから年齢の割にはコーヒー歴が長いです。ああ、もう18年ぐらい。
週1かコーヒー飲んでるやつ周りいなかったな。毎朝缶コーヒーブラックを中2ぐらいで飲んで登校してて、ある日持ち物検査で空き缶が見つかるって。先生怒られる。何これポイ捨てするのあれなんでっつって。ああ偉いっすね。そう先生に家で飲んできなさいって言われました。めっちゃ怒られるんだ。ブラックコーヒー飲んでるんだ。頭痛薬には無水カフェインが入ってるからコーヒー効くのかな。ああカフェインが効くと血管収縮に無水が入ってるんだ。うん、コーヒーの科学っていう本あるから読んでみたい。面白い。香りとか味とか作用と、そうそう、カフェインの作用の話してる。ブルーバックスっていう科学図書がいっぱいある。全部読んだ。はい、読んだことない。読んでみたらっていう。ブルーバックス読んだら水の秘密みたいなやつ読んで。分からんけど本読まないもん。気もないな最近。一時期だ読みたいなと思って。暇な読んでた時は本当にもうスッて読むよ。暇の面白かった。めっちゃ面白かった。あれ芸人の本だよ。そうそう、だからよりスッと読む。途中途中に入ってくるなんか漫才のやり取りみたいなのがやっぱ芸人が書いてるから面白いわ。ヨッシーが書いてるから。またヨッシーな。またヨッシーな。じゃあもうすぐ曲は終わります。はい、ということでお送りした曲はブルーエンカウントでバーサスでした。はい、はい、というわけで、いやーもうコーヒーもやったし鼻もやったから、はいはいはい、今もう順調に回復に向かってると思うよ。まあ一応結局はそうそうそう、かこちゃんも言ってるけど寝たら治るんすよ多分。まあな、基本、うん、基本ね、基本ね。でも今日開幕戦見るんでしょ。迷う。迷うばや。いやなんか最近テスト多くて月曜日もテストあるから、まあ迷うって感じ。見ながら勉強するってのもあるけどね。迷うみたいに言うのよ。迷う。迷うって言うのやめて。腹立つ。全然意識はしてなかったけど、お前が言うからもうこれしつこく言うしかないよ。お前が言うから悪いんだよ、しつこく言うのは。そんなことないですよ。自分では思ってなかった。迷うって言ってると思って。迷うって言い方。今日ご飯どうしようかな、迷う。いや食ってきただろご飯。食ってきてない、食ってきてない。食ってないんだ最近。なんか最近っていうかまあ日によるんですけど、基本朝の9時とかにご飯食べちゃうと学校で授業受けて昼の時間でお腹空かないんですよ。へー、そうなんか買おうと思わんわけよ行っても。あ、まあ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 。でだから朝ご飯家で食って、そしたら昼お腹空かんくて3時4時ぐらいにめっちゃ腹減るわけで、今日もそんぐらいに学校で食堂で食ったんだけど、はいはい、激辛担々麺ってのがあって。激辛担々麺食堂に。うん、で汁なしね、汁なし激辛担々麺みたいな。めっちゃ面白い。今なんか四国九州フェアなんかフェアみたいなやるわけよ。やるよな。そうそうそう、盛況の、うん、そうで今ちょだからラーメンとか毎回買おるわけ。福岡のラーメンになったり熊本のラーメンになったり。俺が行った時熊本だった。あ、熊本だった。山口のだったりみたいな買おるんだけど、はいはい、今回とかどこだったかな忘れたんだけど。おい覚えとけよ。四国とかだったかな、その辺のなんかやってて、中国地方かどっかの。でその汁なし担々麺ってのがあって、激辛って書いてたわけ。はいはいはい。まあ、辛いのまあまあまあ好きだからピリ辛とかは。はいはいはい。これ食っちゃおうかな思って。そんなすんね、切ってるのか分かんない。食っちゃおうかなと思って。しらす丼とかもあったわけ。あーでもまあ、うん、ない一応でしらす丼とそれ買って、はい、うん、まあまあ食うやしお前。食ったんだけど、はい、バカぐらい辛くて、もう中華の匂いの辛さだわけ。どんぐらいなのそれは。俺なんか10辛食ったさ、カレーの。あの YouTube でそうココイチのカレーの、10辛を食べたじゃない。あの時4人でやったじゃん。はいはいはい。4人で分けて食ったさ。ああで一応一番最初に食ったから、はい、まあまあ結果はあれですけど後ほどですけど、はい、まあ編集終わってるので出しますけど、はいはい、まあ量的には今こっちの方が食ってるわけですから、担々麺の方が、まあはいはい、そっちの方が辛かった。いやそんなことないよ。だって今なんか異常だったよあれ。まあね、でも痛すぎたさ。あれはもう痛かったな。今日食った龍大のやつはもう中華の辛さがあったもん。中華だもん。だってそんなこと言ったって中華だもん。これ八角なん、八角っていうのかなんかわかる？山椒みたいなやつ。八角かな？八角があったのかな？そういう匂いの速さ、辛さ。あーだからなんかあれでしょ、変なもう。で今この食べ終わってゲップとかしても、はいはい、その味しかしないわけ。別にそれはいいんじゃない、うん、辛さは戻ってこないから、ね、もうそのせいだと思うわ。何がですか？何あれしたの？
偏頭痛、ちょっと頭痛いの、うん、そのせいだと思うわ。いや偏頭痛からちょっと頭痛いにランク下がってるわちょっといや治りませんね、まだまだ治ってない。あすかさんこんばんは、いつもよりちょい早めに来ましたということで。あ、いいですね。いつもこれぐらいなんじゃないですかいつもよりちょい早めってこと、いつも何分に来てるんですか。もう終わってますよ多分、来てる頃には。じゃあ早めに来てる、もしかしてですけど。いいでしょ別に。もうプンプン、そんなこと言うからこんな時間にしか来ないんでしょねえ。アメ男レイニーさん、はい、15でサラリーマンしてた頃、朝起きたら偏頭痛が時々あったけど、あらら、退職してフリーでぼちぼち仕事してる今は全く偏頭痛がない。ストレスが原因だった。でもストレスが原因もあるらしいよ、うん、あるって書いてある。この休みの時だけちょっとあれなるとか、はいはい、あるらしいよ。うん、そうなんだ。あのストレスなって、はいはい、安心してうわーみたいな。あー、うん、安心、緊張したら血管ってギュッてなるでしょ多分。あ、まあそうなのかな。うん、でそれがだからほどけちゃうんじゃない。あ、ね、ギューって。そう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 、だからあれさ、さっきも言ってた、あれ何、偏頭痛の原因はとか、何、血管が広がるから、あ、ね、っていうことはあるらしいですけど。へえー、うん、でもだから久しぶりだわけよ。あー、だから忙しかったんじゃないの、シンプルに。あー、なるほど。ここ最近忙しくて、うん、あ、そういうこと。そうそう、あ、それもあるかもしんないですね。それなんじゃないかな。でも昨日はまあそこまで忙しくなかったですけどね。だ、あ、昨日はね、昨日は、うん、ね、その中尾明みたいな、うん、昨日はね、そこまで忙しくなかったんですけどね。全然似てないでしょ意識した瞬間全然似てないでしょまあモノマネちょっと難しいんだね。まあまあな、モノマネ難しいよな。あ、でもアスコさんもここ数日頭重いなと思ってて、2日間ぐらい頭痛薬飲んで授業に出てるって。いや大変だよね授業ね。はい、梅雨だからですよ ね、 多分ね、やっぱありますよね、気圧下がると。そうそうそう、ありますよね。あるとは思うけどね、周りの気圧が下がっちゃうから血管もふにゃってなっちゃうのかな。そんな多分そんな気持ち的な問題ではないと思うけどね。うん、どうかな、気持ち的なやつではないと思います。いや、モノマネの話になりましたけど、お前モノマネできる一つでも。なんかモノマネは、いやだからあの平成一期っていうイベント僕たち若手でやってるじゃないですか、うん、平成期ね。で先々月か、うん、4月はあのシャッフルネタで、うん、あったね、あったね、相方を交換するって、うん、で僕はこのラジオの、月曜日担当してるクーター進化の勝利さんと一緒に組んだんですけど、やってたね、それの漫才の一くだりで、うん、あのあれ武田鉄矢のモノマネ、いや全然上達しなかったあ、一応練習した結構、はいはいはい、ちょっとじゃあやってもらっていいですか。このバカチンガー、僕はもう客観的に聞けないんであれなんですけど、キャンさん今の客観的に聞いて、あのどうですか。10点満点で、じゃあまずは10点満点で、はい、いやー、まあ、点数以前に、はい、カバオくんじゃないのかな違うわ違うわ、え、アンパンマンって言ってもらっていいですか、今の声で。アンパンマン、カバオくんですね。いや、わからん、分からん知らん知らん、確定ですわ。違うだろう、じゃあもう一回、あれ武田鉄矢さん、あ、このバカチンガー、アンパンマン、あ、いやもう似てないんだろどっちも似てないんだろ、バカチンガー買うっていやでもあれさ、俺結構このこのバカチンガー声全然クソ似てないあの声張ると結構声高くなるタイプなんですよ。なる、うん、だからあれなるのか、できなくなる。漫才ってやっぱ伝え、あのマイクに音入れないといけないから、結構声張った状態で、うん、武田鉄矢さんって低いじゃないですか。低いから、うん、だから結構バケチンゲそう苦手だった全然似てない。あー、ダメか、ええ声だったと思ったけどな。ええ声ではあったけどそう、この2月までか、はいはいはい、担当してたメガネロック大家先生はもううまかったですよ、武田鉄矢さんのもの。あ、うまいですよね、うん、なんかそっちゅう稽古場とかでも。そういえばそうそうそう、やってましたけど、た、ね、うん、うまい、うまい、モノマネ達者ですよね大家さんは。巨人師匠、巨人のモノマネとかもやってたよね。と、あれとかね、なんでクリス・ペプラーさんですか。あー、やってたね、とかやってた、ね、とか上手です。確かに上手だった、上手だった、上手ですよねあの人。でも誇れるモノマネ1個2、やっぱね特技としてなんかやっぱ欲しいよね、2、3個。そうだね、モノマネとしては。モノマネは欲しい。キャンさんモノマネとかできますなんかあります、持ってたりします。唯一できるのは、あ、一応あるんすね、ハンター×ハンターのひそか。あ、僕アニメでハンターハンター見たことないんですけど俺もね、一回やってみてもらっていいですか。だから誰もわかんないと思うんですよ、ね、あ、でも一応聞いていいですか僕の趣味は人殺し
これって似てるんですか？知ってる人お願いします。漫画は読んで、でもキャンさん今思ったらちょっと似てますね、密かに顔。ちょっとなんか雰囲気。サイコ感、ね。サイコ感。サイコ感ね。サイコ感、あ、なんか似てますね。いや、え、ヨナミネさん、最近の僕のお墓はひふみんです。あー、あれマネとかじゃない、僕ですね、ごめんなさいですね、早送りしてるだけだから、早送りしてるだけだよ、それ。こういうの人似てない、こういうの人なんか暴銀ですね、あの暴銀ですね。やるな、やるな。そん全然似てない。似てないか。全く似てない。でも、アメ男レインリーさん、オイラ漫画むか日本昔話の常田富…富なんだよこれ、俊夫さん、なんで常田俊夫さんっていうものかな、なんかな、自身なんか皆さんモノマネ持ってるんすね。やっぱりね。え、持ってるんだ。やりたいのかな。ばあさんやーっていう人ですか。ぼうやー、はいはい、よい子やな、あの、おじいさんや。わからない、わからない。聞いた覚えはあるけどわからない。おばあさんやー。わかる、わかる、わからない。もういらない、いらないです。もういらないです。おじいさんはもうひそかでお腹いっぱいなんで僕たちはね。うん。え、全然分からん。おじいさんは分からなかったけど、おばあさんは似てました。もうやってやつ。うん、お前は似てないけどな。でも僕もモノマネ結構できますよ、いろいろ。あ、本当ですか。種類的には豊富ですよ。え、嘘。あの、まん、あのレベルはまあ見ないでいただいて、種類は豊富ですから、ね、そしたらモノマネじゃないですよ。似てないとダメだろ。そう、にゃんちゅうもできる。あらら、今日のお便りだよ。うるさい。どうですか、どうですか。ちょっと似てるな。ちょっと似てるよね。ちょっと似てる。はは、僕はミッキーマウス、ハッピーハロウィーン。毎回思うけど、そのセリフが一緒なんだよ。言ってるの、それは。エレクトロカルパレード。滑舌が悪すぎるわ。ミッキー言ってるよ、ミッキー言ってるよ、ミッキー言ってる言ってる。でもこれは中学校の頃の方がミッキーは上手かったね。めちゃくちゃ。みんな僕はミッキーマウスって言うけど、うん、あれ言ってるの？は？言ってるよ。言ってないだろ絶対。言ってるよ。今日はミッキーと。なんか言え、なんか言うだろ。知らん知らん。ミッキーでお送りしております。知らんけど、あのミッキーですけど、何か質問あるかな。あー、じゃあ、うん、友達誰ですか。僕の友達、はい、グーフィーとトナルトだよ。あー、出てきた出てきた。あ、あよあよ。でそれ腹立つんだよな。どうだい、似てたかな。微妙な。もうやめようか。うん、やめて。やめて、しらけてきた。でも結構似てるでしょ。あ、まあまあまあ、でもあと喋るこの語調似てるでしょ。うん、あ、でも雨男レイニーさん似てるって。はは、似てるでしょ。いや、いいよ、調子乗んなお前。腹立つわ。ゆなみねさん、麻生太郎と石破茂の対談もできます。できるか。できるかお前。誰が見るわ。送ってほしいわ。誰が見る。音声送ってほしいわ。いやいや、いらないです。キャンさんのモノマネ見に来てないですから。いや、まあ、なんで厳しいわ。あんなに長い時間やってた。モノマネ芸人ですからね、僕はね。違うだろ、うん、いや、下手くそすぎるだろ。ヨナミネさん、にゃんちゅうのモノマネって女子で言うところのしんちゃんですよね。あー、だからね。どういうこと、どういうこと。ちょっと、うん、だから中途半端なやつを、うん、可愛い子がやっちゃって、なんかちょっと可愛い子ぶるみたいな、うん、そのだから定番、うん、っていうことですよ。わからないです。定番わからないです。女の子がだってあれじゃん、あの女優とかさ、女性のモデルとかに、うん、こうなんかモノマネできるんですかって言ったら、大体しんちゃんやるんだ。あ、そうなんだ。うん、俺のヘレシのすけってやつ。あ、そう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 、それ、ね、感じは似てるよね。うん、まあ、うん、まあ、特徴は捉えてるから、ね、うん、でもしんちゃん声優変わるんだよね。あ、らしいね。うん、うん、しんちゃんの声優が変わる。ああ、男子なら誰でもできるっていう意味ね。うん、なるほどなるほど。で、定番ってことよね。だからいわゆるニャンチューが。そうですね。じゃあ今日の告知はミッキーでやっていいですか。いや、いいけど伝わるかな。一回やってみて。皆さん、僕はミッキーマウス、僕のネズミランドへようこそ。あのね、ディズニーランドな。あの、ネズミランドって言ったな。ちょっと待って、今告知中だから。ネズミランドが気になるな。告知中だから、ちょっと待って。ディズニーランドってちょっと待って、みんな聞いてくれるかな。僕の話。はいはい、じゃあいいや。今月28日水曜日、27日水曜日、平成駅というお笑いライブがあるんだ。はい、あります。みんなぜひ来てね。こちらにはグーフィー、ドナルドは出ないからね。覚えといて。出ないです。どうですか。そして明日じゃなくて日曜日。はい、はい、もうやめれよお前。モノマネに集中してるんだ。ボロボロやしや。黙ってくれ。日にち間違えんなよ。君、ミッキーと共演できて光栄に思うべきだぞ。いや、こっちで見たらお前だわ。ミッキーにこう、もう、いいよ、お前。下手くそ。日曜日、ギノワン
市民会館でお笑い劇場があるんだ、はい、お笑い劇場じゃないお笑いベーブ基地があるんだ、よろしくお願いします。あはハッピーハロウィーン。はい、というわけでですね、日曜日にお笑い米軍基地があって、はい、27日水曜日に平成駅があるという告知でした。そしてですね、その次の週、はいはい、28日ですか、はい、違います、28、はい、24日日曜日の名護公園、はいはい、こちらまだ席が余っておりますので、ま、すぜひ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 ディズニーに来てください。なんで米軍基地だろ。まあ、ディズニーみたいなもんですからね。そうだよ、ディズニーみたいなもんだよ。全然そう、ディズニーみたいなもんなんですよね、ミッキー。そうだよ、会話すんな。いや、あの中でミッキーと会話すんな。ミッキー、どう思うかな、 FEC のライブ、うん、面白いと思う、うん、僕ものショーにも呼んでみたいな。呼びたいの。じゃあ来週ディズニー行くからお願いしていいかな。お願いしまーす。たく全然面白くないし、はい、ということで誰が見に来るか、こんなの。どうでしたか、どうでしたかじゃないよ。まあ、まず来週に向けてラップを準備していきましょうか、僕は。そうだ。来週はどうする、1週間にする、それとも自己紹介にしますか。あ、自己紹介しましょう、来週はね。じゃあ自己紹介しましょうか。ミッキーで自己紹介したいと思うんで、来週はね。いいよ、もうミッキーはやらんくて、もうミッキー芸人として売り出していきたいなと思うので、今後たくさんできるよ、うん、ミッキーは。え、結構できるかな。いいよ、やらんくて。でもこんなにミッキーが長続きすることないと思うよ。はい、というわけでそれではまた来週。ありがとうございました。お送りしたのはミッキーとチョップスティックス、ミッキーとチョップスティックスでした。あれだったな。バイバーイ。最後グダグダなってるし、お前ですやばい。ミッキーいいですね。可愛くて、可愛くていいじゃない。いやだけなの。はい、ありがとう、レンリーさん。なんだこれということで、珍百景ですね。違う違う、いやだからそれ。ミッキーお疲れ様でした。ミッキーお疲れ様ってよ。はは、お疲れ様。全然もう全然面白くなくなってきたな、話が入ってこないです。カブちゃんありがとうございました。ヨナカニさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでアスカさんもありがとうございます。アスカさんも今日も聞いてないんですけどね。いや聞いてない。いつも厳しいわ。ナナさんありがとうございます。ありがとうございます。そしてルフィさん、はい、ありがとうございます。ジャグラー君ありがとうございます。スプリームさんもありがとうございます。ありがとうございます。イメ最高さんありがとうございます。イメさんありがとうございます。ありがとうございます。そしてまた来週もミッキーで頑張っていきたいと思うので、絶対やらないの、見事やらないの、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひっていうのよ。ということでありがとうございました。ありがとうございました。